大野一造は、愛知県碧海軍カリア町出身の技術者、実業家、政治家。カリア町会議員、愛知県会議員、カリア町長、衆議院議員を務めた。カリア市名誉市民。看板方式などのトヨタ生産方式を築いた大野第一は息子。1885年4月5日、愛知県碧海軍カリア町にて、 旧カリア藩士の王の改造の長男として生まれた。スケグラは、カリア城、本丸住の十と盲を隠居家としており、1936年には、十と盲を、カリア城に売却している。兵庫県立神戸中学校を経て、東京高等工業学校用業科を卒業。南満州鉄道に入社すると、武順の炭鉱付け技師を経て、満州中央試験所の技師となり、 大連大化レンガ工場の設立に関与した。1918年には、刈谷町に東洋大化レンガを設立して、技師兼工場長を務めた。1924年には、豊田佐吉が社長を務める豊田防食の工場を刈谷町に誘致。刈谷が自動車工業都市として飛躍する礎を築いた。1932年には、息子の大野大一が、 トヨタ防食に入社しており、第一は、後に、トヨタ自動車工業で副社長を務めた。一蔵は、カリア町会議員、カリア町長、愛知県会議員、愛知県会議長を務める。立憲民政党に所属し、1937年には、愛知県第四区から衆議院議員に当選。1942年には2選を果たした。戦後、公職追放となり、 追放解除後の1957年には、豊田自動食器製作所社長をかつ、豊田自動車工業社長の石田泰造とともに、刈谷市初の名誉市民に推挙された。1967年3月6日死去。81歳。同年12月には、刈谷市刈谷図書館自動室に、大野の寄贈による大野文庫が設置された。今日の刈谷市にある、 トヨタ防食本社出店、王の一蔵カ刈谷が死になるまでの発展史、王の一蔵、1955年、P10。ありがとうございます。